こんばんは。ドイツシュツトガルト郊外の高速道路81号線で警察当局は夕方の帰宅者を困惑させている奇妙な出来事を調査しています。貨物トラック運転手エルンストベッカー氏の規則的な一日はすぐにこのようにありえない経験となりました。高速道路の監視カメラの映像から事件の一部を垣間見ることができます。その映像はトラックが道路から少しの間持ち上げられ地上に降ろされているところを捉えています。目撃者の話によると事件発生時奇妙な光がトラックの上で空中停止していたそうです。目撃者の話を聞きましょう。何を見ましたか？運転していると急に光が現れました。とても大きな音がして全ては一瞬でした。次の瞬間トラックが宙に浮いていたんです。また未確認の金属のような液体も現場で発見されており、捜査本部はさらなる分析のためにサンプルを集めています。このトラックの貨物は現在消えてなくなっており、警察当局は近隣の住民たちに注意と、また亡くなった貨物発見への協力を呼びかけています。